場所じゃないなと思ったね。みんなももしかしたらね、ドットかもしれないわけだから、うん、人が聞いたらなんだそれって思うけど、下手したらドットなんだよね。人っていう人とか動物とか木でも何でも、うん、下手したらあのシムシティとかシティーズスカイラインのあれと一緒だと思ってるんだけど、うん、はっきりは分からんけどそうだと思うね。電波時計がある時点でもう時間軸もコントロールされてるわけだし、で最近自転の、ね、スピードが遅くなってるから一日の長さがやっぱ長くなってるんだって。やっぱりだろうねと思ったね、うん、時間が長くなってるので、ポールシフトがあったから日本が南半球になってるんだよね。はっきり言うとあの北半球と南半球が入れ替わったんだよね。これ2016年が始まってたんだけども、まあ、そんな感じだから暑いんだよっていうことね。別に温暖化でも何でもないの。え、地球は温暖化なんかしないしね。別にあの火山が二酸化炭素出してるわけであって、あっちは人口削減のためにね地球温暖化とかやってきただけの話、詐欺なんだけど、まあ、何も従っちゃいけないということよね、うん、まあテレビを捨ててほしいね。テレビを捨ててほしい。で、メディア、ネットニュースも捨ててほしいわ。ヤフーとかね。ヤフーニュースも嘘ばっかり流す。はっきり言って。今までずっとそうだったね。なんかカマラ・ハリスとか。カマラ・ハリスどこにおる？あれ、毒針のあれ、ババアやで。人間じゃないんやで。っていうことね。カマラ・ハリスとか言ってるけど。あれをなんか出そうとか、バカなことばっかり。ヤフーニュースとかね。ヤフーニュースって、あそこも知見のね、メール送ってきてたんよ、はっきり言うと。私取ってあるもん、はっきり言うと。いや、ヤフーも犯罪よ、はっきり言うと。知見のメール送ってきてたし、で、ね、接種カウンターも作ってたし、感染カウンターも作ってたわけだから、やっぱ韓国はとんでもない会社だなと思ったな。ソフトバンクってやっぱり韓国だから、電通と一緒よね。うん。パチンコと一緒。正義ってなかなか通じないよねって思ってね。ね、日本の企業で一社もないんだけども、ただみんなそこに働き行ってるだけなんだし、意味ないんだよね。じゃ日本の会社作ったことあるないよねって。昔から内職みたいなもんだよね。なんか動画で見たことあるけど。で、ただ年を取るっていうのは本当はないんだけども、ミトコンドリアというかね、なんだ。労働をすることによって寿命が短くなっているのと、無理な運動をすることによって寿命が短くなっているのと、あとはその添加物食べることによって寿命が短くなっているということ。本当の人間の寿命は200歳ぐらいなんだよね。まあ下手したら寿命がないんだって。あの 血の入れ替えがあるから本当はないんだけど、やつらの添加物を食うことによって寿命が縮まってるということだね。で、これ本当のことを知らないと ずっと騙されていってしまうのね。まあできる人が、まあ、交代交代だけやってくれないかなと思ってるんだけど、私一人じゃどうにもならんよ。一生懸命こうやったってね。ずーっと24時間配信しなきゃダメだなと思って、みんなが気づいたり動くまでやらなきゃいけないってことだよね。誰か交代交代やってくれればいいんだけどね。あの添加物食うからダメだとか、無理な運動するからダメとか、で学校の義務教育はダメなんだって。はっきり言うと、あのメイヤーあのフリーメイソンのしもべになるようになるための学校だからね。軍事教育だったりね、みんな逃げてばっかりおるってもいけないのよ、はっきり言うと。逃げてもいいけど巻き込まれちゃうからな。別に逃げたら悪いわけじゃないんだけども、うん、まあ行きたいなら逃げてはいけないということだね。